ニュルンベルクインゴールしたミュンヘン高速線沿線にある GSMR 基地局とベルギー国鉄で用いられている GSMR 携帯電話機 GSMR は GSM を元にした移動通信ム GSMR は a ート m s のサブシステムでもあり鉄道のコミュニケーションとアプリケーションのために特化した無線通信プラットフォームで主に列車と司令所間の通信に用いられている GSMR のベースとなる GSM とエールネ・モラネではどのような通信でも損失なく時速 500km の速度でもそのパフォーマンスを保証している。GSMR はおそらく LTER にとって変わられると予想され最初の商用化は韓国となっている。しかしながら LTE は 4G プロトコルとみなされており一部の鉄道では アップグレードサイクルのタイミングに応じて 5G に移行することを検討しているため技術的な世代はスキップされている GSMR は GSM 技術を元に築き上げられたそして GSM 技術から得られた技術から既存のアナログ鉄道通信網にとって変わる効率的なデジタル通信手段を目指している一つの通信プラットフォームを使うことにより インターオペラビリティを達成することを目的としており、ヨーロッパの鉄道会社の間で10年以上、共同してきた。GSMR は、新しいヨーロッパの鉄道保安設備であるアートムズの一部でも、あり、直接合図している情報を運転士へ伝達する。そして、高水準の安全性により、高頻度の列車運行を支えている。仕様は2000年に確定したが、 EU のモラネプロジェクトに基づいている。使用は国際鉄道連合のアートムズプロジェクトによって維持されている。世界中で38カ国から選ばれており、EU 加盟諸国とアジア、ユーラシアと北アフリカにそれぞれの国も含まれている。中華人民共和国の製造鉄道でも使用されている。GSMR は運転士を含む運行スタッフ、指令、信号所スタッフ、 車両技師、駅勤務員などにとって、音声とデータにとって安全なプラットフォームである。非常時の際には同時に複数を呼び出せる。貨物列車の追跡や、駅、列車での旅客案内サービス、ビデオ監視などもサポートしている。鉄道線路の近くに、専用の基地局等を使い情報を提供している。基地局間の距離は3から4キロメートルで、 高度な上調でより高い有効性と信頼性を作り出している。ドイツやイタリア、フランスの GSMR 網には3000から4000の基地局が存在する。トレーシー、フィリップ、ミート LTE、R、ザネットワークレスポンシブルフォーネクスト、ジェネレーションスマートトレインズ。RCR ワイヤレスニュース、2017年8月11日、閲覧、ノキアツ2インストール LTE。 R4 Railway Service in South Korea. モバイルヨーロッパ。2017年8月14日。閲覧。スミス、ケビン、ビヨンド GSM、R、The Future of Railway Radio。インターナショナルレールジャーナル。シモンズ、ボードマン・パブリッシング・インク。2017年5月8日。時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年8月15日。閲覧。 ケッセル、クライブ、エーゼネラルパースペクティブオブゴジー、レールエンジニア、2018年12月4日閲覧、製造鉄道、移動通信システム、GSMR を、搭載、人民も日本語版2006年6月19日、ありがとうございます。